5月5日お昼のニュースです。最新の情報をまとめてお伝えします。では幕張メッセと中継がつながっています。ピンキーさん、 Good morning Japan。 私は今カラフルピーチが初の単独ライブが行われるという幕張メッセに来ております。天気が良さそうですね。暑いです。日傘を差して並んでいるという方も見かけましたよ。そんな中ですね、先ほどカラフル新聞が配られたんです。かなり気になる見出しだと世間を騒がしていますよね。そうなんです。入手しましたので早速ご紹介しますね。ジャパパ結婚、幸せな結婚生活を語る甘くて泡立つ愛の物語。世間を驚かせたジャパパ氏の新たなるステップ。コーラが俺の人生にとって欠かせない存在だったんだ。毎日飲まないと気が済まない。だからこの愛をもっと深めたくて結婚を決意したんだとジャパパ氏。彼の結婚相手は炭酸で甘く、そして永遠に変わらぬ泡立つ愛を誓うコーラ。これからも二人の幸せな生活が続くことを願ってやまない。完璧に見出しに騙されましたね。他のメンバーの情報は入ってきていますでしょうか。こちらをご覧ください。なんとですね、ついにノアさんがあの欲望を満たしたそうです。新発売、ノアの超巨大特製クッキー。カラフルピーチ、ノアの髪飾りをモチーフとしたクッキーの大きさは200cm。 ココアとプレーンの感動をお楽しみあれ。200センチってすごいですね。ウリ君のギター約2本分の長さですね。他にノアさんの新たな情報はありますでしょうか。第1部のイベントに足を運ばれた方々にちょっとお話を伺ったんですが、イベントでのノアさんの髪飾りになんと巨大なクッキーが両サイドにあったそうですよ。それはすごいですね。タッツンさんはいかがですか。相当やばいです。この騎士見てください。タッツン魔界少年です。魔界から直接搬入された伝説の魔女サクリファイスダークワールが新登場。魂を吸収し魔力を75から90吸収する。普段の定価19万8000ゴールドのところ、こちらのクーポンを使いになるとなんと12万8000ゴールド先着70名限定。タッツンゴーポッケ、タッツン魔界商店。魔界と謎の悪の組織、何か関係があるんでしょうか。個人的にはタッツン空冒険が好きです。ミスヒナさん、それで驚いてはいけませんよ。こちらをご覧ください。ユアン君がですね、とうとうやらかしました。撮影中まさかの爆睡。ユアン君、撮影中に急に動きが止まって話しかけても返事が返ってきませんでした。朝8時からの撮影が原因とみられており、16時からの撮影に変更してほしいと要請している模様。あ、ここで速報です。ユアン君がイベント本番中に寝てしまった模様です。何か聞いていますでしょうか。ジェパパさんがユアン君が省エネモードに入ったという情報以外にはまだこちらには入ってきていませんね。あれ、ピンキーさん何か変わりました。ちょっとファッションを変えてみました。イベントでは大活躍のナオキリことナオニーですが、見てください。ランキング21位、ナオキリは先日つまらないいたずらを100回達成し、いたずら史世界ランキング21位にランクインを果たした。先日のインタビューでは世界ランキング1位を今年中に狙っていると語っていた。中途半端なタイトルもまた魅力の一つですね。その隣の記事が気になったのですが、格闘技世界大会優勝、江戸選手が格闘技世界大会で優勝した。これについて江戸選手は、まだまだ私は強くなりますとコメントしており、これからの挑戦者を待っているそうだ。現場からは以上です。ありがとうございます。では引き続き取材をお願いします。
次のニュースの前に一旦コマーシャルです。